画面の前の皆さん、こんにちは。ゆうきです。デルタルーン、本日もやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。前回ね、この大扉の先に行って、なんかこのね、なんか暗闇の世界っていうか、なんだろうこれ、闇の世界なのかな、ちょっと来たんで、ここから続きいきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと待って、ステータスは？あ、ラルセイはあれなんだ、レッドマフラー。マフラーが武器っていうか、あれなんだね。かわいい。OK。一応ね、不殺っていうかね、殺さないで、やっぱり本作もいけるみたいなんで、とりあえずまずは殺さないでいきたいと思います。この先敵が待っている。よってお前たちは死ぬ。ランサー様より。前回ランサーっていうのを戦ったんですよね。来た。あー、こういう感じだ。モンディがにじり寄ってきた。モンディ。ちょっと待って。行動だね。行動。モンディ。分析しよう。あ、で、ラルセイも、あー、なるほどね。ラルセイはどうしようかな。じゃあ、防御。モンディ。優柔不断なダイヤモンド。永遠には輝けない。くらえ。ダイヤモンド勝った。オッケー。モンディは地味にキラキラしている。モンディ、説得しよう。防御。モンディ、戦うのはやめるを伝えた。モンディはすっかり言いなりだ。確かにそれがいいかも。戦ってんじゃん。危ない。ああ、危ない。オッケー。モンディは上司とそれが合わない。でも仕事を辞める気力もない。いけるか。いける。逃がす。モンディ。モンディ。オッケー。オッケー。ちょっとね、くしゃみが出ちゃったんで、今。くしゃみがすぐ出るから。これを読んでいるということは、さてはお前たち死んでるな？ランサー様より。どういうこと？死んでたら読んだらいいっていうね。まあそういうツッコミを入れたいところなんでしょうね。あえて入れないよ。来た。こいつだよ、ランサー。わっ、この看板は読んだらダメ。まだ作りかけだぞ、ランサー様より。ちいちいちいち。ほう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 。これはこれは僕様の大のお気に入りの二人。というのはウスだ。お前たちはトップ5には入っていない。ランサーさん、スージーはどこですか？それは紫の娘のことかな。ほうほうほう。バカめ、一足遅かったな。何をしたんですか？はは、簡単なことだ。僕様はあの娘にボコられた。だから逃げた。ちょっと待って、またくしゃみ出そう。はい、失礼しました。ちょっとね、秋花粉に悩まされてて、違う動画でも言ってるんですけど、秋花粉がやばい。そこに立ったままでいいんですか？右の方へ逃げていくのかなーって思ったんですけど。なんでだ、そっちには紫娘がいるのに。あ、あっちにいるのか。あのね。こっちには、まあ仲間がいるってことだね。じゃあこっちは、こういうね、甘んじゃくなんですよ、ちょっと私。こっちは何みたいな。お、こういう木には体力を回復するアイテムがなっていない。絶対に木を調べてから C を押してメニューを開いてはならない。わかったか、ランサー様より。またこのパターンか。木の枝に何かが2つぶら下がっている星みたいなやつ。1つ取る？取る。ダークキャンディーを手に入れた。キャンディーが1つぶら下がっている。1つ取る？取る。ダークキャンディーを手に入れた。手の届く高さにぶら下がっているものはない。ダークキャンディー、一緒に見てみる。これだ。400、いや違う、400も返さない。 40HP 回復。赤と黒の星型キャンディー。マシュマロみたいな味がする。うまそうだな。ランサーいいやつだからね、なんだかんだ。さあ行こう。お前たち、そっちへ行くと僕様の兵隊にボコられるぞ。それは脅しですか？僕様としてはご招待と言いたいところだ。なんだ、あ、いたいた。これさっきのやつじゃん。わ、出てきた。モンディのネックレスに行く手を塞がれた。モンディ、また出てきたわ。しょうがないな。ちょっと待って、アクション。
説得、モンディに戦うのをやめろと伝えた。モンディはすっかり祈りだ。確かにそれがいいかも。くらえ、ダイヤモンドカッター。ちょっと待って、ダイヤモンドカッター、おーおー、危ねえ。よーし、一人逃がせるぞ。逃がせる、逃がす。とりあえずモンディ逃がそう。逃がしたー、オッケー。俺たち給料くれる人、万歳。ちぇ、上司と反りが合わないんだろ、やめとけ。よし、行くぞ、説得。戦うのをやめよう、モンディ。確かに、それがいいかも。あぶ、あぶね、うわった、食らっちゃった、ごめん。オッケー、逃がす、はいよっ、じゃあな。オッケー、ラルセイがちょっと食らっちゃったな。オッケー、来た。なんだこれ、これはなんだ。まあまあ、ミーバー。私はトップシェフ。ケーキ焼いたらヘトヘトに疲れてしまったよ。だから昼寝してよ。だけどまあまあ、ミーバー。恐ろしい物音で目が覚めたよ。一匹の魔物がテーブルに覆いかぶさって獣のようにケーキをむさぼってたよ。水を引っ掛けてやったら牙剥いて逃げてったよ。ああ、私の傑作ケーキが。クリス、きっとスージーだよ。こっちの道で会ってたみたいだね。でもこれ以上みんなに迷惑かかないようにしないと。すごいな。ケーキの残骸からはまだ煙が立ち上っている。一切れ取る。取ろう。壊れたケーキが大事なものに変わった。なんだ？大事なもの？まあ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 、マーメシーバー。あなたたち、これなんだろうね。英語だったらなんて言ってるの？現地っていうか、原作だと。原作っていうか、元々だとね。マーメシーバーなんてないでしょ。マーメシーバーでしょ？何なんだろう。ビーンドッグ？いや、どうでもいいわ。あなたたちあの魔物の知り合い？もう来ないでください。来てください。大事なもの。アイテム。大事。これか。壊れたケーキ。壊れてもなお、凄まじい気を発するケーキ。鍛冶職人なら直せるだろう。いや、直せないだろう。料理。こいつに頼めばいいじゃん。マーベシーバに。すごいな、モンディは。うわ、なんか違うのがいるぞ。とりあえず、モンディは説得して逃がそう。防御。モンディ戦うのやめよう。オッケー。うわっ、危ない。オッケー。ハーティーの体が音を立てて脈打つ。ハーティーなんだ。とりあえず、モンディは逃がそう。で、ラルセの魔法は？スリープ。スリープ行こうか。ハーティーに。よっしゃ。ラルセ行け。スリープ！くたびれていない。なるほど。疲れさせなきゃいけないのか。おお！そういうパターンか、やるね。分析。分析。ハーティー、アタック7、ディフェンス0。私はチュッとしたキス。ちょ、なんやねん、それ。これどっちだ、どっちだ、どっちだ。うえ、あぶねえ。行動、ハーティー、お世辞？これなんだ？ラルセイになんかお世辞になってる。こっちやってみよう。ラルセイに敵全員にお世辞を言うように指示した。経験値なんていりません。あなたの笑顔に出会えたことが宝物ですから。照れてる。どういうこと？おい。ハーティーにはささやかな秘密がある。逃がそう。よくわかんないけど逃がそう。ハーティー、じゃあな。オッケー。You win! ちょ、ラルセイがやばいな。あれ？これさ、もしかして取れるんじゃない？取る。取れた、取れた、取れた。これ取れるわ。オッケー。ちょっとこれ、ラルセイ回復するか。やられてるから。ダークキャンディー。ラルセイ。オッケー。美味しい。マシュマロだ。よし。なんだこれ。出た、謎解き。時計を調べよう。急げ。このパズルを解きたくば。あ？え？どういうこと？
はい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 、どういうことどういうこと、お、どういうこと、何、いけないよね、こうでしょこうでしょ、これ無理なんだけど、ほら届かない、クリス忘れてないよね、あーなるほど、走る、ごめん忘れてたわ、早く行って、できたそういうことね、うん、忘れてたわ、たどり着いた、決意がみなぎるぞ、セーブ、死の迷路、セーブしました、覚悟しろピエロちゃんども、死の迷路で迷子になればいい、ランサー様より、走れんだよねこれね、今回走れんだよ、どうだそろそろ迷子か、こうも曲がりくねっていては正しい道が分かるまい、お前たちの方向感覚もこれで一貫のおしまいだ、ランサー様より、ちょい一歩見ちゃったわ、なんだこれ、敵のようだ、ぐでんぐでんにされている、何が起きたんだこれ、あれあれれ、ここどこ、助けて、迷子になっちゃった、ランサー様より、ちゅう、いや、そんなにだぜ、そんなにだぜ、宝箱が開けた、ホワイトリボンが入っていた、ホワイトリボンが防具に加わった、そのリボンは防具だよ、防御力を上げるアイテムなんだ、装備メニューを開いて早速装備してみようよ、きっとクリスには似合うと思うな、リボンなのに、私男よ、クリス、ホワイトリボン、防御力が4、可愛さが上がったインスタ映え、インスタ映え、可愛さっていうステータスいる、まあ、でも可愛さ大事だよね、可愛いは正義、泣いてるよ、何これ大丈夫、泣いてるよ、あ、まあ、待って、君たちは敵だけど、どうか僕の話を聞いて、紫の魔物がうろついてるんだ、邪魔をすると片っ端からぐでんぐでんされる、ブス、僕たち本当は戦いたくないのに、王様の命令には逆らえないから、大変だ、早く数字を止めなきゃ、ボコられちゃったのか、ごめんな、ごめんな、うちの身内がちょっと迷惑かけて、こっちか、あ、こら読むな、この看板はプライベート用だぞ、ラサ様より、迷ってんじゃないの、あ、なんだこっちへ進めばいいのか、ラサ様より、ラサ様何なの、どうしたの、痛い痛い痛い、ほう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 、どうやら目を切り受けたようだな、だがそれはトラヌタヌキのバカ試合というもの、さあ僕様の最強チームが相手だ、で、ハーディーじゃん、ちちちち、そしたらこれでお世辞言え、敵全員にお世辞を言うように指示した、ランダムバトルで他ならぬあなたたちに出会えて光栄です、うわ、すごそう。この攻撃がやばそうだぞ。おい、お前たち、なんでボコられていない、人数はこっちが上だぞ。ボコられていない。人数はこっち。ランサーさんのチームはサポート担当しかいないからですよ。弾幕パターンのバランスが悪いんです。晩ご飯のメニューが牛乳3杯みたいな感じかな。それって普通じゃないの、話の続きはバトルが終わってからにしませんかすごいな、逃がそう、はい、逃げろ、じゃあな、はい、オッケー、はいよ、さよなら、わーお、間違えた、逃がす、じゃあな、ハーティー、またな、やったね、クリス、84ドルゴールド、結構金が入ってきてる、ほほほー、ボクサーは何をゲットした、え、ランサーさん負けたから何ももらえないですよ、あ、そう、じゃあお前たちのちょっとちょうだい、ダメです、けじめ、さらばだ歯医者さんども、結構近くにいるな、チーズ、逃げたんじゃなかったんですか、逃げたぞ、でももう逃げ終わった、ふ何なの彼は、憎めないんだけど完全に、あれこれ、これなんかやる必要あんの、
やる必要があるように見えないけど、まあやってみるか。お、これは。これは難しいぞ、ちょっと。なかなか。キーボードだから、なかなか慣れない。あ、難しい、これは。やばい。やばい、どうしよう。俺、キーボード操作苦手だから、ちょっとこれ難しいかも。え？何かが足りないのかもしれないね。一旦次の部屋に進んでみようか。やっぱそうだよな。あ、いた。スージーいたわ。ガー、もうなんで開かねえんだよ。ちっ、お前らかよ。スージーよかった。すごく心配したんだよ。途中スパイクで取れないところがあったでしょ。どうやってここまで来たの？どうやってって普通に歩いて越えた。でもこのドアはクソだな。大丈夫だよ、スージー。一つ前の部屋のパズル解いたら開くから。へえ、じゃあ解けたら言ってくれ。スージーにも協力してもらわないといけないんだ。先へ進むには3人で力を合わせなきゃいけない時もあるんだよ。それに闇の泉を封じることができるのはクリスだけだしね。だから僕たちと一緒に来ないとお家に帰れないってこと。じゃあお前らに付き合うしかねえってことか。そういうこと。とっとと終わらせようぜ。やったー、おかえりなさい、スージー。ミュージックスタート。スージーが仲間に加わった。スージーはどう見ても仲間には見えないぐらい距離を取った。何この茶番。茶番でしょこれ。オッケーオッケー、これで押せるわ。やっぱな、キーボード操作が苦手とかそういうもんじゃなかったんだ。単純に、おい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 、3人乗るんだ。バカ、バカ、バカ、バカ。これもしかしてあれかな。速さがいらないパターンかな、もしかしたら。そうだ。扉が開いてるの音がした。今回ダッシュなしだ。ダッシュすると逆に離れすぎちゃって、あれ？クリス、そういえば、スージーはチュートリオを受けてなかったね。次のバトルで行動の仕方を教えてあげよう。スージーも楽しんでくれるんじゃないかな。来た。C ラウンドの激しい攻撃。ラルセイはスージーにも行動させたようだ。じゃあ、褒める。スージーを褒める。おっと。これでいいかな。スージーに敵にお世辞を言うよう指示をした。はぁ、意味わかんねえんだけど。向こうから襲ってきたんだぞ。とっととぶっ潰そうぜ。でも見てよ、スージー、とってもおとなしそうだよ。優しく接してあげれば攻撃を当てなくても勝てるかもしれないよ。わーったよ、しょうがねえな。おい、そこのチビスケ、俺の斧お前の顔にぶっ刺したらよく似合いそうだな。ああヒヒヒ、その傷お似合いだぜ。誰につけてもらったんだ？クリス、やっぱりスージーには僕から説明するね。すごいな。ぶっ飛ばしちゃったよ。かわいそう。うひひひひ、こっそり来て看板を立ててやったぞ。ランサー様より。なあ、ランサー様なんだ。ランサー。ね、スージー、僕がさっき言ったことちょっとわかりにくかったかな。僕たち勇者には平和な未来を築く力がある。だから次から戦うことは極力避けていこう。それが無理ならせめて手加減してあげるのどうかな。君が敵を寄らせてくれたら僕のスリープの呪文が効くようになる。くたびれた相手を眠らせる効果があるんだ。まあお前の話聞いてたら早速眠くなってきたぜ。とにかくご検討よろしくお願いします。クリス、僕たちが敵に警告した方が良さそうだね。ダメだ、腹が減って腹が鳴ってる。おい、そこのチュートリアル買わないか。たったの50ダークドルだぜ。じゃあ買うよ。お、ほんとか？ほんとに買ってくれんのか？へえ、こっちはついてきな。ジェントルナーさんよ。え？うわ、なにこれ。悪いな。俺らは本来パズル担当なんだが、生活のために仕方なくチュートリアル担当をやらされてたな。今の王様が権力で行った時、パズル担当は全員クビにされてよ。その後釜に据えられたのが、ルールの稼働って男だ。通称、反物工。やつには気をつけろよ。
か。僕は TP マスター。TP のことなら何でも聞いて。TP を貯めるには。ああ、そういうことか。なるほどね。まあ、とりあえずチュートリアルを教えてくれるってことね。僕はスージーマスター。スージーのことは何でも聞いて。スージー喜ぶどんな時？君が僕らにお力ん。別にどうでもいいな。僕なんか変なこと言った？僕はクリスマスター。クリスのことなら何でも聞いて。豆知識。どんどんしよう。僕らに寄付。幸運授かり、ハッピーになる。あそこにあるよ。募金ホール。盗まれちゃったよ、募金ボックス。僕はラルセイマスター。ラルセイのことなら何でも聞いて。豆知識。ラルセイ喜ぶときどんな時？君が僕らにお金くれるとき。そしたらラルセイ君をハグ。そして僕のダーリンと呼ぶ。嘘だ。そんなこと。お金を払わなくたって喜んだったやってあげますよ。超いいやつじゃん。ラルセイいいやつだな。ホール目標。月間チュートリアル。何これ。募金しろってこと、要するに。募金ホール。私たちのチュートリアルにご満足いただけたなら、穴にお金を入れてください。ちょっと入れて、1ドル入れてみよう。穴は満帆だった。すげえな。王様の息子が毛糸の帽子をくれただけだ。この帽子がまたチクチクするのなんのって。穴には現金がきっしり詰まっている。1ドルしか入れてないぞ。週刊チュートリアル、月刊チュートリアル。何か。こいつらなんだ。はい。じゃあね、ちょっとね、このよろずやが気になるところですけど、今日はここでセーブして、スミレ色の破壊者スージーが仲間になった。バッドガールの力が胸の奥で輝いた。はい。今日はね、ここで終わりにしたいと思います。デルタルーン、次回もよろしくお願いします。それでは皆さん、お疲れ様でした。またね。